い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、スイーツ即売会、なんか販売してますけど、チョコダイヤいかがですか。売り上げ全額モンディ救済基金に寄付されるのかな。40ドルです。お買い得です。寄付されて毎度ありかな。チョコダイヤがアイテムに加わった。そしてハートドーナツを勧められた。売り上げはハーティーの健康維持に役立てられる。値段は40ドルだ。なぜ喋らないの？喋れるのかな？もしかして。ハーティーは嬉しそうだ。ハートドーナツがアイテムに加わった。で、君らは。いらっしゃいませ、ジェントルピエロ様。ランサークッキーはいかがですか？売り上げでお前らはボコってやるぜ。お値段たったの40ドルポッキリです。いらねえ。な、ダメだ。変わらない選択肢の選択は選択できないのだ。ざけんね。売り上げはいいことに使うつってんだろうが。クリス、一つ買ってあげようか。買うの？マジで？じゃあいいよ、買うよ。だってボコられるよ。買いますよ。キヒヒ、助かるぜ。ランサークッキーがアイテムに加わった。まんまと騙されてくれたな。これで悪巧み資金ができたかわ。おい、向こうから来た。何したの？よし、このジャムドーナツどうやって半分に分ける？奥様が血をいただけたら、お前は顔を食べろ。一つ聞いてもいいですか？そのドーナツも作戦に必要なもの？作戦には美味しいおやつがつきものだ。作戦の常識だ。作戦スクールで勉強し直すんだな、このキレイキレイ博士め。ほっほっほ、それがいい。とっとと博士号を取れ、この天才ジーニアスくんめ。めっちゃ褒められてね。僕、からかわれてるのかな？これさ、普通に半分に割ればいいんだね。おお、確かに。素晴らしく邪悪で革新的なアイデアだ。イノベーションこそ悪巧みのスパイス。ちょっと何言ってるかわからないな。またしても。フィールド上以外もびっくりしたフィールド上以外も移動するのね。ブロックさ、合体。組み替えよ。さあ、来い。はい。これでムキムキのいい体になるでしょう。ブロックさんは新しい自分に満足している。見ろ、地道に積み上げた努力の成果を。おっと、ちょい見てなかった普通に攻撃のことを忘れとった。ブロックさんは自分の体でお家を作ることを考えている。作らないで。組み替えようか。そしてこっちは逃がす。はい、あ、これで OK やん。もう完成。さあ、これであとは逃がすだけ。あ、大丈夫か。死んだかと思ったラルセ。はい、逃がそう。オッケー。あ、もう両方。何あれ、イモムシ？いやね、今の王様が幅を利かせる前はこの木の葉っぱを食べていました。そして今も食べています。それがイモムシの生き様というものです。なるほど。なんかこう、なんもなかった。なんもなかったわ。あ、宝箱あるよ、あっこに。行こう行こう。なにこいつら、あ、なるほど。これも攻撃を受けるやつ。なるほどね。そういう感じ。なんかいろいろとややこしいっすね。あっち側も気になるんやけど、ちょっと待って。これ下に行きたい。よいしょ。お。宝箱か。よいしょ。びっくりした。あ、ここにも宝箱や。リザレクトミントが入っていた。何リザレクトミント。なんかちょっとよくわからんけど、回復アイテムかな。よし、すっと抜けれた。あ、ランサー。ああ、どうしよう、無理なしよう。勇者が来たら相談しよう。そうしよう。ランサーさん、どうしたんですか？おーっと、僕様、ランサーさんじゃないぞ。痛い気な少年だ。痛い気な少年がどうして口ひげを生やしてるんですか？変装するためです。全然気づかんかった。僕たちに相談したいことがあるんでしょうか？そうなんです、今、邪悪な作戦を立っているとこなんですが、痛い気な少年がどうして邪悪な作戦なんて立てるんですか？
それは大好きなお友達のスージーにいいとこ見せたいからです。お友達なんやね。クリス、そういう事情なら。わかりました、喜んで協力します。何をすればいいですか。ありがとう、親切なリンゴちゃんたち。はい、この紙を見て。あー、さっき運び寄ったやつ。その中から一番邪悪だと思うものを選んでいってね。ほっほっほ。ピエロちゃん、作成コンテンツ作成開始。お前らをボクるマシンをお前らが組み立っちゃおう。プレゼンテッドバイカブランサー製作所。今適当に考えた会社。なるほど、ハード。神秘的テイストが魅力のステッキ武器。ちょっと気取ったパーティーにもハマるボーイッシュ系ブレード。燃え上がる情熱、思わず顔がほてっちゃう。ポンコツ、減点対象。減点されるんや。じゃあこのソード可愛いけんこれにする。ボディは？エレガントに敵をボコる流線型シャーシー。シャーシー？何さらしって。ボーイッシュに敵をボコる高速系シャーシー。キスしたくなるほど可愛い手法付きの火力系シャーシー。見てるだけで減点対象。アヒルに何の恨みがあるんすか？なんかよくわからないけど。とりあえずこれでいいかな。スニーカー、アクティブもこれでスポーティーなシューズ。エース級にスタイリッシュなホイール。ディナーパーティーの破壊も OK な兵器型キタピラ。減点対象。どんだけ嫌いな。これでいこう。いいよ。おお、これは恐ろしい。さて、お前たち悪い奴だな。いえいえ、たまたまコツをつかめただけじゃないかな。バーカ。お前らちょろいな。誰でもできる仕事は人にやらすのが俺の主義だ。なかなかいいじゃねえか。はい、その感じだな。よし、でかしたぞ、ランサー。ほんとこいつらいいかもだな。なんか、ハイソってさ、よく聞くんやけど、何？ハイソって。ハイソックスじゃないよね。まったくだ。それもこれもみんな敵チームのおかげ。どうもありがとうございました。後でゆっくりボコってあげるぞ。何を言ってるのかよく。はい、わかりました。わかったんかい。スージーもやっと自分にぴったりの居場所を見つけたみたいだね。それにランサーさんとも気が合うみたいだし。そういう感じなの。まあ楽しそうだけども。何これ、びっくりした。何え、怖い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 。白鳥。白鳥なんかな、あれ。なんかよくわからんけど。ベル。何あのベル。なんか出たよね、今。中央付近を周回し目を凝らせ。暗くなるほどよく見える。中央付近、付近やった。付近を周回し、周囲に目を凝らせ。暗くなるほどよく見える。あ、どんどん暗くなりよる。何あ、なんかある。何あれ。めっちゃ怖いんですけど。死んだ？どうやらここで。終わりのようです。再び挑戦を。もちろん。では未来はまだあなたの手の中に。あれ？ここから。スイーツ即売会からじゃないんや。やっぱり先に行く？ほ。あ。じゃあやめてくれる？何あれ？なんあれ？なんあれ、よくわからんけど。とりあえずさ、この辺になんか木があったよね。よーく見ると木の中にスイッチがある。お？木の中にはスイッチ以外に目を引くものはない。押せたってこと今。そういうことかな。何やってんの？優雅そうだけど。めっちゃ優雅そうだけど何やってんの？森、迷路前。迷路前なんや、ここ。ランサー王子がどういうわけか、ライトナーとかしともになってしまった。すぐにでも王の身に入れるべき時代だ。でも知らせる役目は誰か別の奴に任せる。最初に伝えたものはどんなひどい目に遭わされるかわからない。伝えるだけやのに。おい、ライトナー。この子はお前たちの仲間なんだろ？葉っぱでずっと仰いでろって脅されてんだ。なんとかしてくれ。そいつらは仲間じゃねえよ。俺の敵だ。俺は悪すぎたんでチームを抜けることにしたんだよ。そんな助けてくれ。永遠に仰ぎ続けるなんて俺は嫌だ。永遠にじゃないやろ。そこ多分泣くと思うし。ああ、もう王様はどうして息子の世話を私たちにやらせるの？悪い子じゃないんだけど、すごく変な子だから。でも王様の命令には逆らえないじゃない？みんな義理でしぶしぶ付き合ってあげてるだけなのよ。大変そうだね、君たちも。スージー、
そろそろ正義の味方チームに戻ってくる気になった？いや、悪者ライフはなかなかいいもんだぜ。正義とやらをやるより全然楽しいし、何かやるとガマが褒めてくれるしな。さっきスージーは床に落ちてた松ぼっくりを食べたんだ。で、その後すっごくお腹が痛くなってた。素晴らしく勇気ある行動でかっこよかったぞ。な、人から褒めてもらい、認めてもらえるって最高にいい気分だぜ。なんかバカにされてない？大丈夫？僕たちが設計したボコリングマシンはどんな感じですか？マシン？何の？さっき設計図を作りましたよね。ワンシーン丸々使って。ワンシーン。あー、あれな。もうちょっと使う間際になったら作るよ。二人とももっと早め早めに行動した方がいいんじゃないかな。なんでお前がお説教するんだ？僕様はセカンドパパなんて求めていないぞ。キヒヒ、そうだそうだ、言ってやれ。パパに怒られてるのね、いつも。そうそう、森の迷路にはくれぐれも気をつけるようお勧めしておくぞ。お前らきっと完全に迷子になるぜ。ま、道を知ってる奴が案内してくれれば別だけどな。その通り、森は僕様にとって開かずの庭同然なのだ。開かずの庭？あ、案内してくれるのね、ありがとう。めっちゃ案内してくれるやん。助かる。次はどっち行く？僕たちランサーさんについてきたんですけど、もしかして迷った？なんで？僕様全然道わかんないぞ。クリス、ランサーさんが行かない方へ進もう。なるほど、オッケー。じゃあこっち行くわ。おっと？は、そっちへ行ったかな？いたわ。待って、なんか二人ともいなくなったんだけど。ちょ、待って。はい、じゃあこっちね。で、こっちか？いるわ。おかわりじゃない。ちょ、待って。ついていったわけじゃないの、別に。ってことはこっちか。結局、いるのね。待って、近づいてこないで。で、こっちだろうね。はい。そして、こっちか。あいつはまっすぐしか進んでないってことか。スージー、お前らか。あれ、ランサーはどうした？ランサーさんは道を間違えてばかりだったから。一人で行かせたのか。あいつ迷路ですぐ迷っちまうんだぞ。お前らも知ってるだろ。きっと今頃迷子になって困ってる。ほっほっほ、僕様は今迷子になって困っている。ごめんね、スージー。ランサーさんが心配なんだね。は？別に心配なんかしてねえし。保護者やん。悪者同士協力しねえとってだけだ。とにかくこうしちゃいられねえ。あいつ探しに行かねえと。クリス、スージーも道を知らないみたいだね。あれ、ランサーさんはどこへ？あ、ちょっと待って。ここか？クリスが行った方向でもないところってことよね。うわー、やめてほしいなー。真ん中か。お、迷路語。やった、抜けた。抜けたよ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあ、なんとか迷路も抜けれたみたいやし、クリスと、クリスじゃないわ、スージーとランサーさんは大丈夫なんだろうか。抜けれた？